んにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。ちょっと前に速報動画を公開しましたが、そこから状況が変わってきているので、改めて9月前半のコロナの状況を振り返ります。お願いします。まずは陽性者数のグラフです。8月の中旬から増加し続けていましたが、9月10日前後で明らかな減速が確認され、ピークを迎えたかもという状況になりましたが、そこから一転してまた増加し始めてしまっています。こちらは9月13日のニュースなんですが、増加に関しては9日から11日までの3連休と関係があるかもとのこと。今週は重要な観察期という前置きはあるものの、ピーク予想は9月の中旬か下旬で、すでに国境の開放に関する準備に着手しているらしく、大きな影響はなさそうで一安心です。それは良かったです。そして9月前半は非常に大きな動きがありました。12日から一部の国を除いてノービザ措置が再開されています。なお現時点では日本はノービザ措置再開の対象ではありません。これに関して動きがありそうなので、そこも触れておきたいです。12日の時点でノービザ措置が再開された対象は、台湾に対してノービザ措置を再開させていることが要因と報道されています。日本も10月あたりにノービザ措置を再開するのではという話が出てきていますので、それが行われれば台湾側もノービザ措置を再開するのではないかと予想されます。台湾側も緩和を進めているので、日本側の対応を待たずしてノービザ措置が再開される可能性もあります。9月後半からはいろんな緩和の発表がありそうなので、楽しみな期間になりそうです。といったところで、この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。